圭哉選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしいゴールでチームを勝利に導きました。今のお気持ちから聞かせてください。そうですね、まあリーグ戦でなかなか勝てない中、こうやって最高の雰囲気作りで、スタジアムに運んでくれてる皆さん、ダゾーンのテレビの前から応援してくださる皆さんに、少しでもリーグ戦につなげようと思って、必死に頑張った結果が、次のラウンドに行けるってことができたんで良かったです。前半22分のゴールシーン振り返っていただけますか。そうですね、あんまりよく覚えてないですけど、キーパーがミスって、でこっちカットして、豊島選手がカットしたところで、前すごい空いてるなと思って、そこ走ったらパス出てくるんじゃないかと思ったんで、そこ信じて走った結果ボール出てきたんで、あとは決めるだけでした。ボランチとして守備のバランス取りつつ、あそこを飛び出していきましたよね。そうですね、札幌が、攻撃すごい上手いチームなんで、守備意識しながら、チャンスがあれば出ていければなと思って、それが得点につながったんで良かったです。これで準々決勝進出です。次に向けてサポーターにメッセージお願いします。また日曜日リーグ戦あるので、この勝ちの勢いを持って僕らも戦うので、また一緒に戦ってください。今日のヒーロー椎橋圭哉選手でした。おめでとうございました。ありがとうございました。